ありゃ、我はこの鎧を脱ぐことはできぬのだ。長老の面会にはさすがに顔だけでも出してもらわないと。理由がある。我がこの兜を脱げばアリアン殿は我に剣を向けることになるやもしれぬ。私が絶対に剣を向けないと誓えばあなたは顔を見せてくれる。はじめはまっすぐすぎるエルフのお嬢さんの手助け程度に思っていたが、彼女との旅か。わかった。治癒術も呪いを浄化する光の力も使えないはず。それに精霊獣はこんな泣くわけもないわ。